え気にしすぎの性格で苦労しています。仕事で指摘や注意されるのが苦手で、相手にビクビクしてしまいます。何かいい対策はありますかえっ、ー、と、ま、注意され慣れちゃうのが一番早いんですよね。あの、注意されないぐらい優秀になるっていうのは、まず無理だと思うんですよ。なので、もう注意されるのが前提ですっていうところで、あの、毎日注意されるというところで、注意されに行くっていうのをやればいいんじゃないですかね。 なのでその、もう何か言われる前に、あの、ここ失敗しましたとか、ここ穴がありますっていうので、もうさっさと注意してくださいっていうのを一日一回必ずやってみてください。要は相手が注意してないものを見つけて、先に僕このミスをしましたって言って注意指摘をしてもらうっていうのを一日一個必ずやりましょうと。 で、それやると嫌な気持ちになるじゃないですか。でも、その、それずっと続けていくと、そのうち、その、これをやったら注意されるよねとか、こういうことをやったら指摘されるよねっていう、その指摘されるパターン、注意されるパターンが気づき始めると思うんですよ。で、そこまで気づいた後に、じゃあ注意される前にそれ直せばいいんじゃねっていう、要は自分からここ間違ってますって言って報告するんじゃなくて、報告される前に直すようになれば誰にも報告されないじゃないですか。っていうのがあるので、その注意されるパターンっていうのを探してみてください。